パパパです。いやちょっと寒かったね、だいぶ昨日の夜は。でせっかくいい天気なんで、はい、木曽駒頂上、あそこですね、行ってきます。いや最高に晴れたね今日はね。仲良くさせてもらってる関西登山機のまさきさん、ご一行かな、他誰が来るか分かんないんだけど、木曽駒に来るって言うんで、どっかでね会えたらいいと思います。あれがね頂上山荘ですね。でその向こうが高岳で、右側に尖ってるのがあれが宝剣ですね。さあ稜線出ました。いやーすごい数だ。しばらくね山頂いたんですけど、風がね、冷たくております。でもねすごくいい写真撮れたし、もう十分ですよ。あまりね山登りではね欲張っちゃうとろくなことないんで、ほどほどで感謝してね降りたいと思います。でもよかった山頂から戻ってきました。いや寒いな。みんなねテント撤収してますね。おお山頂はガスガスです。はい、ではね僕も撤収しようか。ツイッターでよく、交流がある直樹さんと偶然店舗でお会いしました。どうぞ。はじめまして。はじめまして。いい違いですけど、はい、このマスコット有名のね、これ何でしょう、カピオラちゃん、はい、有名な直樹さんです。いや有名じゃないですけど。僕は帰るけど直樹さんこのまま泊まるんで、はい、気をつけて、はい、頑張ってください。ありがとうございます。お願いします。じゃ気をつけて失礼します。今からね、頂上山荘の天場を出て、中岳に登り返して、のっこし浄土まで歩いていこうと思います。では行ってきます。はい、中岳登り返しました。基本降りるだけなんで、はい、ここはね、どこだ、これどこ、ここは宝剣山荘の横。ああ宝剣山荘の横のね、関西登山機の正木さんに会いました。久しぶり。久しぶりです。2ヶ月ぶりだね。そうですね。これアウトドアスパイスの堀西のカレーいただきました。ありがとうございます。はい、今また食べてください。ありがとうございます。はい、のっこしまでね降りてきました。すげえ人。
昨日登ったね、あの稲前岳も真っ白で見えましたね。はい、ではね、今から千畳敷におります。天井敷帰る真っ白でね、何も見えません。続々と登ってきますね。うわ、天井敷が見えてきました。ああ、千畳敷晴れてきた。いやでもね、随分渋滞してました。無事帰ってくれました。ありがとうございました。すごい人。さあ、ロープウェイ乗ってね、ポッと帰っちゃいましょう。いや、湧き上がる雲がかっこいいね。大変お待たせいたしました。本日は中央アルプス観光駒ヶ岳ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。それでは標高2612メートルの日本で一番高い駅、天井敷駅を後にして、白平駅へと。いやー、すごい満車。反対側もね、満車ですね。ということでございましてね、昨日京都木曽駒ヶ岳、テント泊登山、ただいまね、無事終了しました。ご視聴ありがとうございました。カパパでした。